はい、おはようございます。頭の体操でですね、例の井高先生の本やってるんですけども、気づいたことがあって、当たり前って言えば当たり前なんだけども、ああと思って今ご紹介したいと思います。井高先生の本だと91ページでリストのところですね。で、レングスという組み込み関数を紹介していて、レングスっていうのは こういうやつですね。で、これバックトルクは、N プロログがバックトルクさせない仕組みにしてあります。ただそうは言ってもね、リストで、この程度はできるようにしておいたんですよ。逆方向の計算もできない。それでね、連を自分で定義するっていうのがあって、そうだよねと思ってやったんだけども、この連ですけども、これを、それぞれの、引数をですね、変数にして与えると、組み込みじゃない方の定義したやつね、レスト N かってやると、バックトラックさせるとこうなっていくんですね。で、これは ISO プロログではこうなってるんだけど、最初ね、こう ISO プロログに準拠しようと思ってやった時にね、これにすごく違和感、嫌悪感を感じたんですよ。なんでここまでややこしいことをさせるんだろうなと思ったんだけど、今素直に定義通りやるとこういう結果になるので、これはプログとしては極めて素直な帰結なのかなと思って考え直したところなんです。あの時はね、なんでこんなところまでややこしいことをレングスに求めるんだろうなと思ったんだけども、私のちょっと考えが浅はかだったかなって今思い直しまして、N プロログ、組み込みのレングスですね、バックトラックありに書き直します。そうすると、こんなものに何の応用があるのかと思ったけども、これね、あれに使ったんだな、確か。ラマヌジャンのタクシーナンバーの計算の時に、確かこれ使えたよななんて今ちょっと思い出してるんですけれども、キータのところにどっか私メモしておいたと思いますけれども、そんなことで、これはちょっと一つ自分の知ってほしい面白い発見だなと思ったんで、ご紹介しました。それじゃあ。